皆さんこんにちは、サッケーです。さあ今回はファストトラベルのねやり方、まあ質問されている方もいたので一応説明しておこうかなと思います。でチャプター2以降ですねにできるんですけども、レオポルドの、ミッションですね、借金回収の確かそれですね、まあ、クリアすると確か帳簿使えるんですけど、そうするとですね、まあ2ページ目以降かな、はい、ここにねいろいろあるんですけど、この宿泊施設ってあるんですよね。で次はどこってやつですねっていうのを325ドルですね、まあ、トータルで550くらいかな、まあ必要なんですけども、それやるとファストトラベルが使えるようになります。まあまあこれも買っておこうかな。まあ、前回ねお金を稼いできたんで、まあいろいろキャンプはねもう全部やってしまおうかなっていう感じですね。で肝心のどこからねファストトラベルするかというのをね教えておきます。地図にあるこの三角のマーク、はい、まあ、自分のテントなんですけど、この裏側の方にねこの地図があるんでね、ファストトラベルが使えます。で行けるのは、まあ、一度行ったことのある場所とかね地域とか、そこになってます。でねまあ、行けないところもたまに出てくるんですけどね、まあこれはバレンタインは、まあ、懸賞金解除したんで、ね、行きますけども、まあ、チャプター3入るとね行けなくなっている時とかあると思います。まあそんな感じでね、ただしこれ一方通行なので戻ってくるのは、馬とか徒歩とかまあいろいろあるんですけど移動するしかないので、ね、まあ不便ではあるんですよね。ただこれこの画面の時に、アプリの地図が見れないので、まあね、パッケージ版に入ってきた地図とか見ながらやるとね、まあ、目的地がね、分かりやすいんじゃないかなと思います。まあ、そんなわけで、今回はファストトラベルの、使い方の紹介でした。よかったらぜひコメント、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではね、また次回何かしらの動画でお会いしましょう。今回はこの辺で。